こんにちは、さきえです。今日はね、11月の20日になります。2024年11月の20日、冥王星が水瓶座に移動しました。今日はね、SA のねレベル1の初日だったんですね。で、その冥王星がね移動するのが8時48分だったんです。なのでその時間にねちょっと瞑想をしてみたんですよね。一体その何が宇宙とか地球で起きているのかを見たいなと思ってね。だってこんな時ってないからね、感じたいなと思ってね。せっかくね人間として今生きてるんでね、それをね見た時にね本当にとても静かでした。静かなんだけれどものすごく多くの存在たち、銀河の中に入ってきてる。その銀河の外から銀河の中とか太陽系に入ってきてるね、種族もたくさんいたし、銀河の外から意識を我々その地球とか私たちのその人類の意識とかっていうものに、注目している存在っていうのがたくさんいました。でその中でね本当にね見守るっていう感じなんだけど、それだけじゃなくって、かなり多くの存在が、我々人類であるとか地球であるとかにサポートをしてくれてる、っていうことが分かりました。それはもちろん今までもそうだったんだけれど、これからはより一層それが、多くなっていく。つまり徐々に、もうすでに手を入れてくれてるんだけれど、さらにねその我々人類が霊性を高めていくことによって手をね彼らが伸ばしてくれてるんで、その手を取ることができる。なんで共にねその宇宙の種族として私たち地球人も一緒にいろんなことをしていける。地球のためにも宇宙のためにも、っていう時が今であるっていうことを今言われました。で実際にもうねやってる人も多いんだよね。つまりその自分の感覚に従って行動したり、自分と一致して生きようって決めて今日ね決意をしてそのように行動された方も多い。で今日だけじゃなくて昨日もそうだし一昨日もそうだし、なんか本気になれるならなりたいとかね、そんなことをねおっしゃってる方もいたし、なんか自分の中でこうぐーっと何か決意をしたり決断したっていう方が多くいらっしゃったなっていうのを感じましたし、でそのエネルギーっていうのは本当にすごいもので、私たちって体の中にたくさん のネガティブなねインプラントが入ってたりするわけですよ。でそれがあるから前進しようとした時に怖くなったり、自分で自分の足を止めるようなことになったりっていうことになる、で怖くて逃げちゃうとかね、自分見るのも怖いっていうのは皆さんが悪いわけじゃなくて、おそらくその体の中とかエネルギーフィールドの中にあるインプラントが原因っていうことがほぼほぼだと思います。だってそれがなかったら私たち恐怖なんて感じることができないんですよ。私自分が行きたい方向に、自分でその足止めするような現実を作ったりしないんですよ。だからね、私たちがいかにがんじがらめになっていたかっていうことなの。でもその中で自らね、その結局魂のさ力だよね、この力を用いてその殻を突破したっていうのがこの11月20日の前に決断をして行動をされた皆さんです。みんな決めたと思うし、みんな行動したと思うの。で行動し続けてる人はさらにね気持ち入れたりだとか新たなことやったりだとかチャレンジしたりだとか、そういうもう動きになってきています。で全体のね光も上昇っていうか広がって、なんていうの、拡大している。でなんか光が良くて闇が悪いとかじゃなくてね、その光の全体から見た量、質量がとても増えているっていうイメージです。
だから、光が増えるとどうなるかっていうと、私たちが生きやすくなります。つまり自分自身の、そういろんなネガティブなインプラントだったりとか、いろんな拘束だよね。体があると死を、ね、怖がったりとかしたりね、あるから、そういうものとか脳に惑わされずに、自分の魂で生きられる、自分と一致して生きられる、心で生きることができる、それで行動ができるっていう、そういう状態になっていくわけですよ。で、それにこれをね、ご覧いただいている皆様は貢献してるわけです。だって皆さんはスターシードでありライトワーカーなんだから。で、それをするためにね、今来ていて、この11月20日っていう、まあ私の中で大きなね、節目なのかなって思うし、まあその地球的にも、まあ年末もうすぐ来ますし、冬至も来るけれど、その前にみんなの準備が整ったっていうかね、なんかさ、アベンジャーズみたいな感じで まあ私はどっちかっていうと戦士系ですけれど、戦士って剣をこうもう持って戦うぞみたいなさ、戦闘を切ってやっていくぞみたいなさ、でも皆さんもそういう感じなわけでしょ。まあそういう方だけじゃないけどね、その戦闘を切って茨の道を、道なき道を歩んでいくっていう方々なわけですよね。だから皆さんが本気で決めてやろうって行動できたっていうことは、これはご自身の人生にとっても大きな飛躍だし、もう変革だし、もうなんか本当大変革っていうかね。だって人生が変わると思うし、で、そのエネルギーに引っ張られて多くの人たちが芋づる式に目覚めていく。自分自身に一致しようとかね、我慢しすぎてたのやめようとか思えるわけですよ。これまでここにね、いるのが当たり前だって思ってたけど、もう辛いからやめようって思う勇気になったり、きっかけになったりするんです。なぜなら私たちは集合意識でつながってるからです。だからさ、私たち人間になったのかなって今は思ってます。私なんかもそうだよね。前は宇宙から見ててね、無力だったわけですよ。何もできない地球に。だけど自分が地球に人間として生まれてきたら、集合意識でつながってるんでね、自分が魂と一致して生きたら、必ずその影響は波及するわけですよ。どんなことでも。自分と一致するってことはね、宇宙の力を使うことだとかいう話しましたね。要は人間以上の力を使うことになるっていう話したんですけど。まさにそうで、そのエネルギーっていうのは莫大な光を集合意識に入れていくっていうことなんだよね。なので、今日ね、しかも今日は SA をね、お伝えさせていただけたわけですよ。このエネルギーっていうのは本当に集合意識の中に、大きな、プラスの影響を、及ぼすことができる。それが自動的になされていく。っていう方がね、増えられたっていうことだったりとか、それは本当にありがたいし、光栄にそれをね、伝えられること、光栄に思っております。なんで皆様におかれましても、自分がね、今後どう生きるかとか、もう決めて行動されてると思うんですよね。それが本当に多くの目には見えなくても、すぐ目の前には現れなくても、大きな全ての貢献であるっていうことを、言われたし、いろんな存在に。私、皆様も実際それをしてるっていうことを、知ってほしいなというふうに思いました。この2024年の11月20日に、自らが人間としてこの地球に生きられていることに感謝していますし、皆様とこうやってね、つながれることにも感謝ですし、ご自身がこう生きるって、どんな形であっても自分の中で決められて行動されたことに本当に敬意を表したいと思います。それはとても神聖なことだなって思っています。なので皆様にはたくさんの愛と感謝を送りたいと思いますし、またこんなことをね、お話ししたいなっていうことについては、
またこうやって、顔を今日は出しておりませんけれど、出したり出さなかったりしながら、つまり自分自身、私自身がね、無理をせずに、続けられる形で、このね、私というこの音、波動を、お届けできたらいいなって思っています。はい。ということで、今日も皆様、ここまで聞いていただいて、本当にどうもありがとうございました。このね、音を届けられる、波動を届けられるっていうのが、今のね、私のすごく大きな喜びだなっていうことに気づかせていただいて、これを感じさせていただけていることに、心から感謝申し上げます。それでは、またお会いいたしましょう。